どうも、マにシコリスです。まだあったんかい。君、これね、今私が並べてるやつ、これ、ニャンマギオリンピックって呼ばれるものですね。フィランネの女の子用の昔のおまけでございます。だいたいね、2002年ぐらいじゃないそれぐらい前のおまけですよ、これ。ね、命名者は、あの、青春秘密基地の青葉さんです。キャッチーな名前つけますよね、青葉さんね。ニャンマギオリンピックだよ。 めちゃくちゃいいよね、名前ね。僕はね、ニャンマギオリンピックっていう名前が大好きでございます。で、まあ種類をね、まあ私が今持ってるものを紹介するんですけど、もう私ね、勝手にコンプリートしたと思ってたんですよ。コンプリートしなかったんですよ。うん、まあいいや。今、手元のやつ見せますね。はい。これバドミントンのやつ。ね。これが、体操してる新体操の猫。でね、オリンピック競技なんですよ、全部。ウェイトリフティングね。猫ね。 これが聖火ランナー。で、これがボクシング。ね。井上直弥のフルトン戦。やばかったですね。僕、井上直弥大好きなんで、ね。バトラーの時とかめっちゃかっこよかったけどね、もう。いやー、バトラーがもうビビっちゃってね。で、あとは、これもね、これバドミントン被ってんのかなみたいな。どっちかテニスいや、はてまだどっちもバドミントンみたいな。よくわかんないですけど。まあ、これ。で、あとは、バスケね。 バスケはダブってます。2個あります。で、あとは、フェンシングですね。で、これが射的。アーチェリーですね。で、サッカー。これは、まあ、青春秘密基地のアーバー様からいただいたものでございます。でですよなんと新しいものを入手してしまったんです、私はもうコンプリートしたと思ってたのにわかんないですね、やっぱりェラウネのおまけって。 でね、ニャンマギオリンピックって、ほんと出回んないんですよ、なかなか。ずーっとね、それまで、5年ぐらい探してて、で、ようやく、入手できたんですよ、2年ぐらい前に。これです。今でも覚えてます。これが最初に入手したやつですね。そしたら、どんどんその後、ポン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 って縁があって、入手できて、こんだけ、今持ってるんですけど、基本はね、こんだけ持ってる人なかなかいないですから、ニャンマギオリンピックをね。で、なんと、今回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 、 新しいやつ来たよみんな。見せますよ今から。これはね、すごいよ。本当に。見せますから。いきますよ。はい。こちら。これ。やばない目の位置、どこについてんの鼻より下なんだけど。白蓮白蓮いや、これはやばいよね。新しい、にゃンマギオリンピックです。これ何マジで。何なんか、黄昏れちゃってんのなんか、<laughs> ねえ。 いや、なになになんか立ち広しみたいな立ち位置で、夕焼け見てますみたいなね。何なのねろね。なんか手をまくってますね。手の袖まくってませんこれ。これなんか、え、何柔道これ。ただ、何の競技か全くわかりません。で、請求職自体も新しいやつですね。このオレンジ。僕のチャンネルわけわかんないですからもう。 ひたすら笛ラムネのおまけ研究して、新しい笛ラムネのおまけ入手できたら、いやー皆さん、これ入手できましたって紹介してるだけですから、意味わかんないからね。そういうチャンネルでございます。そういうチャンネルに足を踏み入れてしまってるあなたは、もう笛ラムネのおまけの沼から抜け出せないのかもしれません。あの、やりすぎと親切風に喋っていました。だから、 こうデータがちゃんとやっぱり残ってないものなんですね。こう2002年のおまけとかって。で、これです株式会社、フェラムネのおまけを作ってる会社なんですけど、大阪の東淀川区にある会社です。おまけのサンプル取ってないんですよ。なんで、わからないんです。こうやって20年前の2002年のおまけとかって何種類あるか。だから、僕がいるんです。じゃあ僕は研究してるんです。フェラムネのおまけを。なんでか、何種類あるかわかんなくて、何種類あるか突き止めたいっていう欲求を満たしたいから。 それはもう小学校の頃から変わってない。だから俺はもう小学校の頃から時が止まってる。<laughs> 昔、のじまろっていうチャンネルでやってたけどね、YouTube ね。2011年ぐらいにね。はい。その頃からもう熱中して集めていたので、まあこれからもそれは変わらないんですけども、ちょっとね、やっぱり、これはいい勉強になりました。コンプリートしたと思っても、まだ持ってないおまけ。 ありましたね。そのシリーズで。今回ニャンマゲオリンピックっていうシリーズのおまけだったんですけども、だからやめられない。それがフェラムネのおまけの魅力なのかなと思っております。もしね、フェラムネのおまけちょっとわからないとかね、ちょっと気になるっていう人は、ぜひぜひ、お菓子の町岡とか行けば売ってるかなこのフェーバートのやつ。うん。買ってみてください。奥が深いですよ。ね。面白いですから。ということで、えー、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。 最後までご視聴していただき、ありがとうございました。